博多弁を織り交ぜて頂きつつちょっとおねだりエピソードを聞かせてもらいたいなぁなんて思うんですが「博多弁で」って結構言われるんですけど私言われると身構えちゃって何も出てこないんですよ博多弁が。っていうことでちょっと難しいのでエピソードがなかなか出てこなくなるので、はい、でも一旦ちょっとあの普通に標準語でしってもいい語ですか <laughs> こう多いですね。小さい時から、私あの双子のお兄ちゃんがいるんですけど、やっぱり双子のお兄ちゃんが追ってですね。<laughs> あの,あの、ね、一番上のお兄ちゃんがいて、三人兄弟みた、ね、でな。邪魔なのよ。同時通訳はいらないのよ。<laughs>